親愛なる皆さんへご挨拶します。私たちは今日ここで皆さんとつながることができ、とても嬉しく思っています。そしてテロスのハートから最大限の愛を送ります。親愛なる皆さん、あなたの人生におけるすべての経験、すべての瞬間はあなたの内面の思考や感情の反映です。そして何よりも重要なことは、あなたが持っている信念が現実に映し出されているということです。あなたがアセンションへの道を進んでいく中で、あなたの中にある自分自身の概念は、あなたが真実であると信じているものを常に自分の現実に映し出しているのです。毎晩、皆さんは眠りにつく前に自分の中のその概念を翌日に投影しているのです。もしあなたが自分の人生を変えたいのなら、まず自分の中にある思い込みを変えることが何よりも大切です。ですから、ここで現実を変えるためのプロセスを紹介しましょう。1. 夜、眠る前に新しい自分自身のバージョンを思い描き始めてください。2. 想像の中で望む現実を体験している新しい自分自身を見てください。3. 最高のバージョンの自分はどのように感じ、どのように見え、どのように行動するかを考えてみてください。4. 新しいバージョンの自分は、新しい世界をどのように経験しているでしょうか？他の人たちとどのように交流しているでしょうか？それを想像してください。5. 眠りに落ちるとき、あなたは望む現実に向けて現実をリセットし始めています。6. 翌日、あなたの世界はまだ同じように見えるかもしれませんが、少し違った感じがするでしょう。7. 目覚めた時に感じた新しい感覚を維持してください。8. 次の夜にも新しいバージョンの自分自身を想像するプロセスを繰り返してください。再び、翌日、少し違った感覚がし、より多くの経験が、あなたの望む現実に向かっていくことでしょう。その変化が、微妙なこともあれば、大きな変化を感じることもあるでしょう。そして、その、新しい感覚を維持してください。あなたは、より平和で、よりリラックスし、より調和が取れているように感じるかもしれません。もしかしたら、肉体の調子が少し良くなっていると感じるかもしれません。ですから、こうした変化に気づき、毎晩、このプロセスを続けてみてください。このプロセスを続けることで、あなたの現実は、徐々に望む方向にシフトし、新しい感覚を維持することができます。これは、現実をより高次元にシフトさせるためのパワフルなプロセスです。自分の中の信念を変えることで、新しい現実を想像することができます。ですから、毎日、このプロセスを続け、自分自身の変容を実感してください。そして、私たちは、光の中で、皆さんの勝利を応援しています。お帰りなさい。私たちは、皆さんに、たくさんの愛を送ります。今、あなた方は、天使の翼に乗せられ、新しい地球をもたらそうとしています。
あなたはいつも、天使たち、アセンデッドマスターたち、ガイドたち、光の銀河ファミリーたち、そして、テロスにいる家族や友人たちに囲まれているということを、心の中で知っていてください。そしてこれからもずっとそうです。親愛なる皆さん、私たちは、この旅を皆さんと共に歩んでおり、皆さんは計り知れないほど愛されています。いつもね。私はあなたの兄弟、テロスのアダマです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンでの応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。